ウィリアム・アレクサンダーはアメリカ独立戦争の時の大陸軍少将,将である。スターリング伯爵を受称したが、正当性については異論があった。アレクサンダーは教育を受け、待望がある明るい若者だった。数学と天文学に秀でていた。母が経営していた食料販売業に参加して成功し、1747年にはサラリビングストンと結婚した。 サラは、ニューヨーク植民地の政治家、フィリップ・リビングストンの娘、かつ、アメリカ独立宣言に署名したフィリップ・リビングストンや、アメリカ合衆国憲法に署名した、ウィリアム・リビングストンの姉妹だった。アレクサンダーの娘の一人、メアリー・アレクサンダーは、ニューヨークの裕福な商人ロバート・ワッツと結婚した。フレンチ・インディアン戦争の時、アレクサンダーは、イギリス軍の兵隊部に加わり、 そこで、マサチューセッツ湾植民地総督ウィリアム・シャーリーの副官になった。1756年には、ロンドンに渡って、職務怠慢で告発されていた、シャーリーのために証言した。ロンドンにいる間に空白になっていた、スコットランドのシャク位スターリング伯爵を自称した。これは、祖父の初代伯爵の子孫で、年長の男子だったからであり。 スコットランド貴族代表議員の選挙では投票を認められた。イギリスの貴族院貴族院はスターリングが子孫であるという証拠がないためにその主張を認めようとしなかったがアレクサンダーは終生スターリング伯爵を自称し続けた。この伯爵の権利は初代伯爵の相続人男子に与えられるニューイングランド、ノバスコシアよびセントローレンス川渓谷全体の 大半を占める土地特許に対する権利を表すものだった。アレクサンダーの孫、ウィリアム・アレクサンダーではこのことが伯爵位を追求した主な理由だったと記している。アレクサンダーは5代目で最後のスターリング伯爵の老いたちと共同で土地の所有権を主張した。アレクサンダーはその主張が部分的に認められたことに満足して1761年にアメリカに戻り、 スターリング教という肩書きを使った。アレクサンダーはニュージャージー植民地の監督部長に指名され、植民地会議の議員にもなった。キングスカレッジの設立メンバーであり、初代理事長を務めた。アレクサンダーは社会的に認められた裕福な人物であり、父親から大きな財産を相続していた。工業や農業に手を出し、 スコットランド領主にふさわしい巨色に満ちた人生を送った。このことは金がかかるものであり、最終的には借金を背負うようになった。ニュージャージーのバスキングリッジに大邸宅の建設を始め、それが完成した時にニューヨークの家を売却して移り住んだ。アメリカ独立戦争の間には、 ジョージ・ワシントンがたびたびそこを訪れており、アレクサンダーの娘が結婚するときはその娘を花婿に引き渡す役目を担った。アメリカ独立戦争が始まると、アレクサンダーはニュージャージー民兵隊の大佐に任じられた。民兵たちを自分の金で装備させ、独立支持側を支援するために自分の財産を使った。独立戦争初期にイギリスの武装輸送船を捕まえたときに、 志願兵集団を指揮したことで頭角を表した。大陸会議は1776年3月にアレクサンダーを大陸軍の順将に任命した。同年8月、ロングアイランドの戦いの時、現在のゴアナス運河と名付けられた場所近くのオールドストーンハウスで、アレクサンダーはメリーランド第一連隊を率いて優勢なイギリス軍を何度も攻撃し、大きな損失を出した。 勢力で二十五対一と圧倒されていたその部隊は最終的に打ち負任され、アレクサンダーは捕虜になったが、イギリス軍の攻撃を跳ね返し続けていたので、大陸軍主力がブルックリンハイツの防御陣地まで逃げ戻る時間を稼いだ。ロングアイランドでのその行動のゆえに、ある新聞はアレクサンダーのことをアメリカで最も勇敢な男と呼び、その勇敢さと大胆さについては、 ワシントンからもまた、イギリス軍からも称賛された。アレクサンダーは、バハマの副総督門フォートブラウンとの捕虜交換で、釈放され、少々に昇進し、ワシントンの最も有能で信頼できる将軍の一人になった。ワシントンはアレクサンダーに高い敬意を抱いていたので、使用で不在だった2ヶ月近く大陸軍全軍の指揮官に任命し、戦争の大半の期間を通じて、 ワシントンに次ぐ第3位か第4位の位置づけに考えられていた。アメリカ独立戦争でアメリカ側に投じてはいたが、ワシントンを含む主官たちや兵士たちは、アレクサンダーのことをスターリング教と呼ぶことが多かった。トレントンの戦いではドイツ人傭兵部隊の降伏を受け入れた。1777年6月26日、マトーチンではワシントンの命令に反して、 攻撃を待った。このショートヒルズの戦いでは、アレクサンダーの陣地が奪われ、その手段が敗れて、2問の大砲と150名の兵士を失った。その後に続いた、ブランディワインの戦い、ジャーマンタウンの戦い及びモンマスの戦いでは、その勇敢さと立派な戦術判断を行うという評判を固めた。ブランディワインの戦いとジャーマンタウンの戦いでは、 勇敢かつ慎重に行動した。モンマスの戦いではその大砲を据えるときによい、戦術判断を示し、敵がその側面を突こうとしたときに、大きな損失を与えて撃退した。1780年1月、スタテン島襲撃を率いたが、効果的なものにはならなかった。1778年に不満を抱いた士官たちが、ワシントンを総司令官から外し、代わりに、 保ショゲイツを据えようとした陰謀いわゆるコンウェイ陰謀の時は、その暴露にあたって、重要な役割も果たした。1781年に、ワシントンが大陸軍を南部に移動させた時、アレクサンダーを北方軍の司令官に指名し、オールバニに赴かせた。アレクサンダーは常に、大酒のみであり、この時は、健康を害し、ひどい痛風とリュマチを患っていた。 アレクサンダーは1783年1月15日にオールバニで死んだ。独立戦争が公式に終結する数ヶ月前の早すぎる死によって京都の多くの将軍ほど一般に知られていない原因になっている可能性がある。アレクサンダーはその大陸軍への貢献によってこの戦争で最も重要な人物の一人となった。ニューヨーク市のトリニティ教会墓地に埋葬されている。 ありがとうございます。